福岡の山の中にトトロがいる。牛の山に隣のトトロに会いに行こう。今回は福岡県大野城市にある牛の山、標高362メートル、その先にある隣のトトロに会いに行きたいと思います。今からですね、福岡県の大野城市、牛の山というところが一番近いんですけど、トトロが、隣のトトロのですね、大きな石がありますので、こちらがある牛の山に登っていきたいと思います。イエーイ、イエーイ。このマイナーな登山口実はね、福岡中央霊園っていうお墓のね、一番奥、なんとここから入ってきます誰も気づかない。はい、では行ってみましょう。今回はですね、福岡中央霊園っていうお墓の方からですね、目指す超最短ルートをご紹介したいと思います。少し上がるとちょっと開けたね、道があるんです。実はここがね、登山道。こちらの方に向かいますと、牛の山ですね。逆のこちらの道行くと、あの観音山に行けるようになってます。牛の山の方のピークを目指して、その先にある隣のトトロに会いたいと思います。こっちです。福岡県大野城市にある牛の山、標高362メートル、その先にある隣のトトロに会いに行きたいと思います。一つ目の分岐です。こちら右に行くとですね、牛の山、牛首山の、重走ルートになります。お子さんがですね、大きくなられたら牛の山、牛の背山、牛首山と重走ルート行かれるのもおすすめです。乾いてないです乾いてないです。まだ牛の山の山頂です。20分ぐらいって思ってたんですけど、実質15分ぐらいで着きました。簡単ですね。こちら側行くとね、西ゲートへの分岐になります。こう行くと一応牛首山方面です。この先にね、トトロがいます。牛の山の山頂からね、3分ぐらいであっという間に隣のトトロに着きます。真っ黒クロスケですね。あとここのチビトトロ、ね、奥に真っ黒クロスケもいます。かわいいですね。地域のね、山好きの方に感謝です。これいたずらしてね、トトロじゃないようにする人もいると思うんですけど、絶対しないようにしてくださいね。牛の大山のトトロに会いに来ました。歩こう歩こう、私は元気、歩くの大好き、どんどん言うと。はい、この先牛の背山を抜けて牛首山にも抜けれるんですけど、無理して子供さん連れの場合、重走しなくてもいいんじゃないですか。ここで、いろいろ食べたやつ。はい、牛の山山頂からの分岐、西ゲート方面行くとですね、牛の展望台が、あります。ちょっとベンチとか休憩スペースもあったりするんでね、ちょっとご飯食べたりしてもいいんじゃないですかね。
ここは木の間からかすかに見える感じですね。牛の山から下山してきました。所要時間約往復1時間、結構遊んでたんですけどね。距離もだいたい 1.3 キロです。結構楽々登山ですね。はい、西ゲートです。こちらから行くと、先ほどね、ちょっとお話しした牛の山の展望台を経由して、牛の山、牛の瀬山、牛久山と、目指すルートになります。通常はですね、先ほどちょっと動画で紹介した西ゲートの方から、ルートを目指します。はい、西ゲートの方なんですけども、駐車場って感じじゃないんですが、ちょっと路肩に 2,3 台ぐらいですね、止めれるぐらいのスペースはあります。はい、トイレはっていうと、福岡中央霊園にですね、一応トイレがありますので、そちらをね、ちょっとお借りするって方法はあります。福岡中央霊園にですね、お墓がある方は今回紹介した最短ルートで行かれてはいかがでしょうか。はい、今回のですね、牛の山の隣のトトロのこの紹介動画、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。